君の勝負をします。ちょっとスマイクボールの登場です。鉄道工事もね、対応にあるんですね。はい、はい、ありがとうございます。よく似合います。そろそろ行ってもいいですかね、今日のショット。おお、うまくあったね。はい、ジャッツマグロの今日のショットです。面白かったらそのリアクションくださいね。はい、はい、直接対決で M にマジックにいよいよですね。ダイヤ小川投手対今永投手エース対決、気持ちよく勝って優勝したいですね。はい、対決で、はい、ルービックカフェは球場のグラウンドで開催されるそうです。そうなんです。2015年のアルバイト一です、ね、こんなフィールが嫌だ。おお、久々まるまるは嫌だシリーズ来ましたね、スマクロ。はい、ルービーが全てノンアルコールだ。どんな感じになるんですかね。はい、ビールかと思いきや発泡酒だ。いや、僕は発泡酒でもいいと思います、はい、ビールがけ中よく見たらバレンティンが司令と参加している。それは嫌じゃなくていいんですよ。来てるかもしれないですよ。ビールがけで、酔ってしまい大変にクラブハウスの警備員を叩いてしまう。いや、ないです、ないです。もうそのネタいいですね、つばくろ。はい、一部容疑を否認している。どうしてもこれちょっと触れないんですよね。はい、ビールがけのビールの量が半端なく、グラウンドがビールの湖になった。ほら、一生懸命みんな頑張ったんだから、ね。はい、始まる前にスマクロが飲んじゃう。いけますよ、ね。はい、そんなスマクロを酔いすぎて係員に何かして逮捕される。何かしない、ね。はい、さあみんな頑張りましょう。皆さんから拍手たくさんいただきました。どうもありがとうございました。以上、スパクロ無料の一言でした。それではお待たせいたしました。両チームスターティングラインの発表です。素晴らしいよ。